皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は突然ですけれども、しゃべり動画でございます。トーク動画でございます。突然のしゃべり動画、何についてしゃべりたいかと、テーマは何かと言いますと、誰かを否定すると、その否定した分だけ誰かから否定されてしまうという話。誰かを否定すると、その否定した分だけ誰かから否定されてしまう。例えば皆さんが誰かのことを否定したとしましょう。なんかあいつはありえねえとか、あいつはダセえとか、あいつはかっこ悪いとか、あれはこれができないんだぜみたいな感じで誰かのことを否定したとしましょう。面白いもんで、その否定したら否定した分だけそれがバーって回り巡って、誰かから否定されることにつながってしまいます。僕が誰かのことをこうベーっと、否定的なことを言ったりとかします。でその否定するも対象は物でも人でも環境でも何でもよかったりとかするんですけども、これはありえねえとか、これはダセえとか、こんなんありえねえ、バーバーバーへーサブジェクブラブラみたいな感じで言ったとするじゃないですか。本当にめっちゃ面白いもんで、僕がそういうふうにこう何かを否定したりとか、悪口でとか陰口言った分だけバーって回り巡って自分の元に帰ってくるんですよ。誰かからすっげえ否定的なこと言われるんです。これね、考えてみたらさ、もうすごい、なんつうんですかね、気持ち悪いじゃないですか。自分が、なんかこう、そういうの言うのも気持ち悪いし、話を聞くのも気持ち悪いしさ、なんかそれをこう、なんか伝達していくのも気持ち悪いし、なんかあの人がこんなこと言ってましたみたいな感じで、噂聞くのも気持ち悪いしさ、なんかそんなこと思われてること自体、なんか言われてること自体も気持ち悪いし、もうなんかこの気持ち悪いサムシングスパイラルなんやねんみたいな感じになるじゃないですか。だからもう本当ね、こうね、否定的なことを言うのはね、もう、やめよう、もう今日からやめよう、もうみんなやめてこうっていう話でございます。終わり。私が今日の動画で言いたいことは、この2分足らずで全て終わりました。そういう気持ち悪いサムシングスパイラルを生み出さないためにも、もうそういう否定的なことを言うのはね、もう極力避けていこうという話でございます。やめようでもこれ難しいところでさ、絶対は絶対ないとかさ、俺は差別するやつを差別するみたいな感じで、俺は否定するやつを否定するみたいな感じの、なんかこの矛盾系サムシングスパイラルになりかねないから、ちょっと言葉で説明するのは難しいところなんだけれども、もし興味がありましたら最後までの話を聞いていただけますと幸いでございます。今日はそんな喋り動画を公開してみようかなと思います。で本題に入る前に一つ前置き前提をお話しさせてくださいませ。突然こんな話をするとさ、その視聴者さんの方の中には、おいおい滝沢さん大丈夫かいって心配する人も、いらっしゃると思います。突然どうしたんだ、一体何があったんだみたいな感じで、で中にはおいおい滝沢お前やってることがブレてねえかみたいな感じで、その否定的なことを言う人もいると思いますし、何か批判的なことを言う人も、まあ、中には全然いらっしゃるかと思いますけど、全然安心してくださいませ。私がやりたいこと、私が成し遂げたい目的みたいなのは、もうここ10年ぐらいもうね、もう全然変わってないんで、ここはもう何もぶれてないんで、もうぜひそこはもう安心していただければという感じでございます。皆さんご存知のように、僕はもう YouTube にこのギターレッスン動画をアップロードしてもう10年経ってるんですけども、もうすっげえ本数もう動画があります。で同じようにお店の方でもマンツーマンのギターレッスンをもう何十年とやってますし、でまあ歌いそというユニットを組んで、なんかライブやったりとか CD 作ったり、物販作ったりとか、カバー動画作ったりとかもしてるわけなんですけども、まあいろんな方法があるわけなんですよ。いろんな方法、この動画とかもそうです。カメラバーってやって、なんかバーって喋ってるんですけど、この動画もその方法の一つです。でその方法を使って、その僕が何をしたいかっていうと、ここの目的は何なのかと申しますと、何かしらのきっかけになればいいなって思ってるんです。何かしらのきっかけ、なんか武田さんの話聞けてよかったなとかさ、なんかこう武田さんの動画見て、なんかギターの練習はがどって楽しかったなみたいな感じのきっかけで、これなんでかっていうと、その男の子でも女の子でも、もう皆さん全員、もう皆さん全員、もう本当若かろうが学生だろうが社会人だろうが大人だろうが、もう皆さん全員、もう本当漏れなく、もう完璧に漏れなく、絶対にみんな何かを抱えてるんですよ。大なり小なり絶対に抱えてるんです。学校、部活、勉強、就職、資格で、大人になってもさ、そのね、昇進とか上司とか人間関係とか、自分の不安とか将来の不安とか、なんかいろんなものが、なんかいっぱいあるじゃないですか。でそれらをもう大なり小なり小なり絶対に抱えてるんですよ。で抱えてるものがまたこうさらにこの残酷なことに、まあ、大体逃げられないんですよ。大体逃げられない、もう大体受け止めるしかなかったりとかね、大体乗り越えるしかなかったりとかするものばかりなんです。
って受け止められることもあるし、その乗り越えられることもあるけれども、なかなかそれが難しい時もあったりとかして、もう、なかなか乗り越えられねえみたいな感じで、あの苦しい思いをする時もたくさんあったりとかすると思うんですけど、そこでその竹谷さんの動画見て、こうギター楽しかったな、よし明日も頑張ろうとかさ、なんか竹谷さんの話聞けてよかったな、よし今日も頑張ろうとか、あなんか竹谷さんが頑張ってるから俺も頑張ろう、よっしゃーみたいな感じになる時ってやっぱあるわけじゃないですか。いやそうでありたいなと思うんですけども、そんな感じのそのきっかけに、なりてなっていうのが、そのずっともう10年以上もずっと思ってまして、この動画もそんな一環でございます。なんでちょっとね、あのいろいろとこうね、大丈夫かなって心配する時もあるかもしれないですけども、全然心配なさらずに、ご安心くださいませという前置きでございました。よろしくお願いいたします。本題、誰かを否定するとその分否定した分だけ誰かから否定されてしまう。まあこれは本当の言葉の通りなんですけれども、なんでそういう思いを考え方をしているのかとか、なんでそういう思いに行き着いたのかとか、なんでそう思ってるのかっていう理由とか、なんかメリットみたいな話についてちょっといろいろとお話をさせていただこうかなと思います。3つにチャプターを分けます。3つ。まず1つ目は、欲しいファンと欲しくないファンがいるという話。欲しいファンと欲しくないファンがいる。ファンって聞くと、このね、ヒエラルキーがある中はさ、このめちゃめちゃこの属性が濃い、このなんかね、昔から好きです、尊敬します、キャーみたいな感じのなんか属性が濃いファンを思い浮かべるかもしれないんですけども、まあそれもファンの一つですが、もっと属性の薄い、もっと下の方の薄いファンも、ファンの一つと思っていただければ幸いでございます。でその薄いファンって 誰のことよと申しますと、もう友達とか、会社の人とか、もうその知り合いの人とかっていう人たちです。皆さんのこと、あなたのことをちょっとでもいいと思ってくれてれば、全てもうファンです。例えばスポーツができるとか、勉強ができるとか、仕事ができるとか、背が高いとか、かっこいいとか、ファッションセンスがいいとか、なんか性格が優しいとか、なんかね、肌が綺麗とか、そんな感じでいろんな要因があるわけじゃないですか。そんな感じで薄くちょっとあの人いいなと思ってくれたら、もうファンと思ってくださいませ。そう考えれば、皆さんの周りにもね、少なからずあのファンの人思いつくと思うんですけれども、で人間っていうのはすごい、もういろんな人がいるからさ、もういろんな価値観とか、いろんな性格とか、いろんな文化を持ってる人がいるわけなんですよ。なんでその自分とめちゃめちゃ合う人もいれば、全然合わない人も、いるわけなんです。その中で自分が欲しいファンの人たちに囲まれると、困った時とか、なんか助けてほしいとかにもうすっげー応援してくれるし、すげー助けてくれるんですよ。けど欲しくないファンに囲まれてしまうと、自分が困った時誰も助けてくれないし、なんか新しいことをしようと思った時にもうすぐ邪魔してくるんですよ。もう足止めをしてくるんです。そんな話、ちょっくら、過去の話をさせてくださいませ。過去の話、2010年とかの話ですね。2010年、前も今から9年とか10年経っちゃうのかって感じですけども、2010年、僕はですね、滝沢ギター .com っていうホームページをバーンって作ったんです。HTML っていうね、そのプログラミング言語があるんですけど、僕それすげえ嫌いなんですよ。本当にめちゃめちゃ苦手なんですけども、しょうがないからもう頑張ろうっつって、こうね、うえってこう乗り越えたわけですよ。滝沢ギター .com のホームページを作るために。でそのホームページバーンってできました。でその時もそのね、あの下火だったけども、あの掲示板BBS とか設置してみたら面白いかなと思って、滝沢ギター .com の中に掲示板を設置したんです。2010年当時もう結構下火だったけども、でもまあまたね、その使う文化がね、あの全然残ってたから、結構いろんな人が書き込みをわーっとしてくれました。で自分が言うのもなんですけども、その僕の滝沢ギター .com の掲示板ってもうめちゃめちゃいい人が多くてさ、もう本当もう分かりやすく和気あいあいとなんかね、和やかに言ってたんです。もうそれを眺めながら僕は本当ね、なんでこんないい人たちがね集まってるんだろうってずっと思ってたんですけれども、もうみんなもう毎日ギターの話題とかさ、なんかライブとかアーティストとかの話題とかさ、なんか写真とか上げ合ってさ、なんか一緒にこうね、あのなんかうわいわいってなんかキャキャってやってるわけなんですよ。もうすごい楽しそうに、もうめちゃめちゃ平和な空気が流れてたんです。でたまに変な人も現れました。なんか嵐みたいな。でもその嵐の人が現れた時に、その嵐は嵐で対抗するとかじゃなくて、もうみんなしてさ、もうすごいどう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 みたいな感じで、そのなんかね、いさめたりとかして、もう別にそのね、あのトラブルとかに発展するわけではなく、もうすごいこのピースフルに掲示板が流れていったんですよ。けどその中でもう一つめちゃくちゃ印象的に覚えてる出来事があって、ある時に17歳18歳ぐらいの韓国人の男の子があの書き込みをし始めたんです。でまあ、日本語が怪しかったっていうのもちょっとあるんだけども、まあ、日本語が怪しくても別にいいんだけどさ、まあ、単純にその男の子が
あのめんどくさいやつだったんですよ。めんどくさいやつ。なんかちょっと言うとさ、なんかすぐこうねバーって返してきたりとかさ、なんかちょっと小づくとさすぐムキになったりする人とかいるじゃないですか。めんどくさいやつ。なんでそういう話の曲解をするんだろうかみたいな。もう単純にそれだったんです。で最初の時は皆さんも結構そのいい感じにこうね、会話したんですけども、まあ、だんだんやっぱみんなさ、そのめんどくさくてさ、なんかうぜえなっていう感じになっちゃって、だんだんその子のことをみんな無視し始めちゃったんですよ。なんか列つけてもね、それに反応しなかったりとか、なんか書き込みしても列つけなかったりとかして、なんかだんだんみんなそれね、反応しなくなってきちゃったんです。でその男の子もさ、まあ、逆に素直ですげえなって感じなんだけども、ある時この掲示板にこのバーンって書き込みをしたんですよ。もうみんな僕のことを無視するっつって、僕はこんだけいろいろ書き込みをしてるのにみんななんで無視するんだと、もうこれこういう感じでこういう感じでもう反応してくれてもいいのに、もう無視する理由がわからない、ズバババみたいな感じで、もう僕はこんな感じでこんな感じでみたいな感じで、もうすごいその寂しさとかその怒りとかの感じにこのバーンってこうぶつけて、もう掲示板にズバーンってこう、ある時男の子がもうめちゃめちゃこの書き込みをしたんです。でそれを見たその掲示板の住人の方の何人かがその男の子のメールアドレスに直接メールをして、もう掲示板とか抜きにしても直接メールをして、その男の子に、こういう気持ちもわかるけどもこういう言い方は良くないよと、この時とかこういう言い方をしたけどもこういう言い方したらみんな傷つくし嫌がるし、やっぱみんな無視してしまうよねと、でもし君がこういうことをしたいんだったらこういうふうに言えばいいし、こういうことに気をつければみんな仲良くしてくれるから今度から気をつけなみたいな感じで、この何回かそのメールのやり取りをして、もうすぐこう男の子になんかこう諭してあげるっていう か、 なんかこの教えてあげるみたいなこの、ね、流れがあったみたいなんです。でその男の子も、分かりましたっつってこの反省をして、もうある時このバーンとまたこの書き込みをするわけなんですよ。その男の子がさ、その今までごめんなさいと、でも別にその僕はなんかいろいろこう思ってただけで、別にこういうつもりじゃなかったんです、でもこういう風になってたのはもう素直に謝りますごめんなさい、で誰々さんに教えてもらって、なんかこれからはこういうことに気をつけてこういう風にしていきますので、これからどうも仲良くしてくださいみたいな感じでこの書き込みしたんですよ。でもちろんそんな書き込みがあったらさ、もうみんなもうスピャーってさ、もう盛り上がってさ、なんかもうね、こちらこそ無視してごめんねとか、あの時無視してごめんねとかってね、なんかそう冷たくしてごめんねみたいな感じで、これからもよろしくねみたいな感じで、こうすげえのスウェットがもうどんどん盛り上がっていくんですよ。もうなんかすげえなって感じですよね。なんか僕はもうそれを傍から見ててもなんかなんだこれってずっと思ってました。でそのびっくりすることに、その2ヶ月3ヶ月後ぐらいにさ、確か横浜とかだったと思うんですけども、もうその男の子も含めてもうみんなでこう10人ぐらいかな、もうバーッと集まってさ、もうみんなでギター持ってもうスタジオに行って、もう大人らしいセッションしてさ、でなんかカラオケ行ったりとかで飲み行ったりとかしてさ、なんか本当もう和気あいあいと終わるみたいなのが、あったんです。もうなんかその時はもうなんでかなって思ってました。なんでかなって思ってました。でも今はもうはっきりわかります。ちょっともう一つ、お話をさせてください。その2010年当時、僕はそんな感じで滝沢ギタ .com とかでいろいろやってたわけなんですけれども、ちょっと一人知り合いの人がいて、その人に僕は今まで僕がやってきたことをいろいろこのノウハウみたいな感じでその教えてたんです。その動画だったりメルマガだったりとか、なんかその、ね、ネットでの動き方みたいな。でその中でそのホームページとかその掲示板もあって、その人もあ、じゃあちょっとやってみようかなみたいな感じでそのホームページを作って、その掲示板を作ったんですよ。でもその人が立ち上げた掲示板、僕もちょこちょこ書き込みしたりとかしたんですけども、なんかこうあんまりこう盛り上がらなくて、なんかこうどっちかっていうと、なんかこの冷やかしとか、なんかそのちょっとこう熱つきに来たりとかさ、なんか否定的なコメントをするなんか変な人がさ多くてさ、でその人も結構頑張ってコメントしたりとかしたんだけども、なかなかなんかいい具合にそのね、殺伐としちゃってさ、なんかわけありえとならなくて、なんかあんま盛り上がらなかったんですよ。でその人がいつも言ってたんです。竹谷さんのところの掲示板はなんでいつもあんな楽しそうに盛り上がってるのに、なんで俺のところこんな盛り上がんねえんだろうかみたいな感じで言ってたんですよ。でもまあ今となってはもうすげえ、分かります、その理由みたいなのが。でそれの象徴的な出来事として、もうこれすごいです。翌年の2011年に僕は教則 DVD みたいなのを作るんです。自分で自費出版とかじゃなくて、本当もう 自作手作りの DVD 教則キットですよ。もう自分で動画撮って、自分で動画編集して、 DVD の、 データを作って、でそれをね発注して、テキストをコピーして、なんかクリアファイルとかに入れて、このねクリスタルファイルに入れて、このね発送するみたいな感じの、もうめちゃめちゃ超絶手作りの DVD 教則セット、まあ今でもやってるんですけどね、そんなのやり始めたんです。980円とかで、でありがたいことにその980円で始めて、
最初確か200とか300とかの申し込みいただいたんですよ。でまあね、そこそこ収益出ちゃったからね、この収益いくらいくらぐらい収益いただきました、ちょっとこのごめんなさい、ちょっとこのお金でね、ちょっとギターとか買わせてもらってもいいですかみたいな感じで、サドウスキーのギターを買わせてもらって、なんかメルマガとか動画とかでね、その皆さんのお金で買わせていただきましたなんていうことをやってたんですけれども、でその知り合いの人にもね、同じようにこういうなんか DVD とかメルマガとかやったら、こんな感じの結果が出たよ、面白そうだからちょっとやってみればみたいな感じでお話をしたわけなんですよ。でその人もすごい面白がって、面白そう、じゃあ俺もやろうみたいな感じで、結構もうめちゃめちゃ乗り気になったんですよ。でまあ乗り気だけども、まあ一応まあ打診ってわけじゃないけども、一応ちょっと掲示板に中に一言書いてみようかなと思って、ある時その掲示板に書き込みをしたんです。これこういう流れで、教則 DVD みたいなの作ってみようかなと思います、500円ぐらいでやろうと思うんですけれども、欲しい人いますかねみたいな感じで、欲しい人いたらコメントしてみてください、前向きに検討しますみたいな感じで書き込みをしたんですよ。でこの後にもうすっげえびっくりなんですけれども、書き込みをしたらもう速攻列がついて、もうすごいびっくりしました。その列が何かっていうと、あなた今まであんだけ専門学校、音楽学校、そして情報商材をあんだけ否定してこけにしてきて、詐欺だとかって言って、よくそんなこと言えますねっていうコメントがついたんですよ。あなたがあんだけ否定してきてこけにしてきたんだから、500円でも作るべきではないと思います、やるなら無料で、500円でも詐欺に近いと思いますみたいな感じで、もうすごいこの今までのその流れをもうすごいチェックした人ですよね。本当今まで全部チェックした人からもうズバーってコメントついたんですよ。でそれはね、本当もう全て事実だから、もう本当ね、もう何の反論もの余地もないコメントなんです。でこうその人もさすがにもうめちゃくちゃ心はへこんでしまって、結局 DVD は作らない、そしてその掲示板も閉鎖しちゃって、そのホームページも閉鎖みたいな感じになっちゃったんですけれども、すごいっすよね。でそのね、単純にその欲しいファンと欲しくないファンを、ね、間違えるとこんなことがあるぜって感じなんですけども、超怖くねえですか、普通にすげえ怖くねえですか。そんな感じでその自分のやり方さえ間違ってなければね、そのいい人たちに囲まれることができるので、そういったところに気をつけていこうという話でございました。僕も当時はその分かんなかったんですよ。なんでこの人はこんな感じなのに俺はすごいうまくいってるんだろうとか、なんで俺こんなうまくいってるんだろうって、正直分かんなかったんですけれども、でも今はもうはっきりと、分かります、はっきりと分かります。それがもうその今日のその動画の中のテーマといいますか、その話のテーマでございます。皆さんもそんな意識を持って日々過ごしていただけますと幸いでございます。それが一つ目の、欲しいファンと欲しくないファンがいるという話でございました。二つ目は環境が一番怖えっていう話。環境が一番怖え、環境。突然ですけれども、マザーテレサってご存知ですか。マザーテレサ、マザーテレサ、調べればね、もうすごいたくさん名言が出てくるんですけども、まあ、本当もうすごいいいことばかり言ってる人なんですよ。で僕もね、その多分漏れずにそのマザーテレサの名言、もう好きなものがすげえ多いんですけれども、一番好きな名言、一番はちょっと言い過ぎだな、まあ、トップクラスに好きな名言としてこんなのがあるんです。皆さんも聞いたことあると思います。めちゃめちゃ有名な名言です。思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか運命になるから、っていう名言があるんです。これね、もうね、本当にその通り、本当にその通り、頭の中で考えつかないことっていうのは基本的に言葉にしようがないんですよ。でそれを逆に言うと、頭の中にあることって絶対言葉になるんですよね。で言葉になるってことは、それに準じた行動につながってしまって、でその行動を続けることによって、それが習慣になって、でそれがさ、その習慣になればさ、その1日2日で終わるわけじゃなくて、10年20年30年とかでね、下手したらもう一生続けていくようなその習慣になったりとかするわけなんですよ。それはもう習慣がそのまま運命に直結するわっていう話じゃないですか。本当にこれはね、めちゃめちゃその通りだなって、思うんです。けど僭越ながら、このマザーテレサの言葉に1行だけ付け足させていただくことができたとするならば、このマザーテレサの名言に1行だけ付け足すことができたならば、付け足すことができたならば、あんまり言えてね、こういうのをちょっと付け足したい。思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。でこの後、行動に気をつけましょう、それはいつか環境につながるからっていうふうにちょっとつなげたいなって思うんです。環境、それは何かというと、単純に言うとその人間関係みたいなことですね。人間関係、例えばですけども、その皆さん、あの若かりし頃、10代の頃とか中高生の頃とかに、なんかこう悪いことってかっけえみたいな、なんか価値観をちょっとでも持ったことってないですかね。あの中高生の時とかさ、なんかこの悪、不良イコールかっこいいみたいな感じの、なんかそういうこの謎の価値観、まあ、僕もそのまあ僕はそのもうナチュラルにその、ね、中高生の時とかでも単なる田舎のヤンキーなんで、あの、まあ、そういう、 もう塊だったんですけども、まあ、少なからずやっぱ皆さんもそういうのあったと思います。その男の子でも女の子でも少なからず、なんかその悪いことイコールかっけえ、なんか未成年だけどお酒飲んじゃうぜとか、なんかこう未成年だけどなんかタバコ吸っちゃうぜとか、なんかバイクブンブンしちゃうぜとか、なんかそういうなんかその悪いことしちゃうぜみたいな感じの、時期が少なからずあったと思います。でそういう文化をその持って、例えばそのバイクブンブンとかするのかっこいいみたいな感じのことを思っていると、やっぱりそのバイクブンブンがかっこいいって思っている人たちの集団環境に属してしまうんですよ。でそうするとバイクブンブンもかっこいいし、なんかタバコ吸うのもかっこいいし、なんか悪いことするのもかっこいい、じゃあもっと悪いことしよう、もっとバイクブンブンしようみたいな感じで、なんかわけわかんないことになってくるじゃないですか。でその環境に染まれば、その種に交われば若くなるかのごとく、その環境に合わせた自分になってしまうんですよ。でこれあの、まあ、バイクブンブン文化もそうですけども、そのいわゆるその戦争とか、ちょっと極端な例かもしれないですけども、戦争とかもほぼ同じことが言えると思います。例えばですけども、1945年にその日本を敗戦したわけじゃないですか。でその敗戦して日本負けました、あのアメリカ軍の勝利ですみたいな感じで、その放送とかラジオとかでそのバーってこう流れるわけですよ。日本は敗戦しましたみたいな感じで、でその時にその、ね、日本の軍人さんたちはさ、そのね、何っつって ね、 もうね、日本が負けるわけがなかろうみたいな感じでふざけるなっつって、でそれ本当にその負けたってことを知るとさ、もうショック受けすぎて、もう本当なんつうのかな、その鬼畜米兵に支配される、なんか恥ずかしみを受ける、なんでその日本男児たるものみたいなことを言ったりとかして、その自決しちゃった人が本当もう一人二人とか、そういうレベルじゃなくて、もう、ね、何百何千っていう人、もう人数規模でもうそういう人たちがいたわけなんですよ。でも今のさ、現代の考え方、僕らのその価値観からしたらさ、いやちょっとそれおかしいだろって思うじゃないですか。いや確かにその日本負けたことショックかもわかんないし、なんかそういう風に思っちゃうかもしれないんだけれども、いや死ぬことなくねって思うじゃないですか。いやちょっとそれおかしいだろって言って、けどその時はもうそういう教育を受けてるし、もうそういう環境にいるから、そういう考え方にどうしてもなってしまうんですよ。鬼畜米兵がうんたらかんたらっつって、まあ中にはやっぱその死にたくねえっつってね、そのね思いとどまる人もたくさんいたんですけれども、普通にその思いを悪くも、すごい悲しいことにその成し遂げてしまった人もやっぱりたくさんいるわけなんです。けど僕らの価値観からするとさ、もうその環境はもう終わってるからさ、いやそれはおかしいだろっつって、いやいやこれから日本もう40年50年かけてもうすっげえ国になるから、もう悪いこと言わないから、とりあえず生きといた方がいいぜっつって、もう絶対生きとけばそのいいことあるから、もう死ぬとかとりあえずあのやめた方がいいと思いますっつっても、多分当時の人たちは分かんないし理解してくれないと思うんですよ。もう一種の宗教に近いもんですよね。そんな感じでその環境にいると、そのこれはおかしいっていう呪縛からあの、ね、逃れにくくなっちゃうと思うんです。けどいつか気づくはずなんですよ。その、ね、軍人の人たちも、そのバイクブンブンの人たちも、なんかバイクブンブンとかね、あの日本軍がとかって言ってるけれども、やっぱりなんか、ね、時代の変化とかさ、その自分の変化とかさ、その環境の変化とかにさらされると、バイクブンブン、うーかっこいいぜ、うーかっこいいぜとか言って、まあ、バイクブンブンマジやめろって話なんですけど、マジでバイクブンブン本当にバイクブンブン、うーかっこいいぜとかってやってるけれども、ある時気づくはずなんですよ。あのバイクブンブンやってる俺かっこいい、え俺本当にこれかっこいいかなっつって、えちょっと待って、バイクブンブン別にこれかっこよくなくね、えバイクブンブンむしろこれダサくねっつって、えバイクブンブンよりも俺なんかもっとやるべきことあんじゃねえのかなみたいな感じで、えちょっとねバイクブンブンこれ何の生産性もないよね、えこれバイクブンブン、えおかしいわ、えやめたやめた、え全然これやってる意味わかんねえわっつって感じで気づくはずなんですよ、あの普通に過ごしてれば。けどその環境にいるとなかなかそれに気づけない。バイクブンブンかっこいいよね、あじゃあもっとバイクブンブンしようみたいな感じで、その悪いことどんどんしていこうしていこうみたいな感じになってしまうから、それになかなか気づくことができない。けどバイクブンブンはかっこ悪いということにいつかは気づくはず。しかし環境にいるとなかなかそれに気づけない。で気づいたとしても、その環境からそのまた抜け出すのが難しかったりとかするわけなんですよ。
まあ例えばですけども、そのバイクブンブンするのかっこいいですっていう集団がいました。バイクブン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 、あでもバイクブンブンかっこ悪いし飽きたからやめますみたいな感じですぐ抜けられればいいけどさ、ね、なんかお前最近バイクブンブン一緒にしてくんねえじゃねえかみたいな感じで、そのまた次めちゃめちゃなんか絡まれたりとか責められたりとかする時もあるかもしれないですし、抜けたとしてもそのまたね、あの周りの目がさ、あいつはバイクブンブンするようなやつだからみたいな感じでレッテル貼られたりとかしてさ、いやもうバイクブンブンはねもうやめようと思ってんだけどさーっつってもなかなか理解してくれない人もいたりとかして、でそこでその言い声にコミュニティが作れれば、あの環境が作れればいいけれども、あのなかなか作れなかったりとかするとさ、またこうね寂しくて戻っちゃったりとかして、そんな感じでそんな環境、自分の属する環境にも気をつけた方がいいという話でございます。でその自分のその行動がその環境を作ることも多々あるわけなんですよ。バイクブンブンしてバイクブンブンチームに所属するじゃなくて、自分の行動そのものが自分の世界を作ってしまうことも多々あるんです。例えばどういうことかと言いますと、インフルエンサー的な考え方でいくとすると、 YouTube とか、Twitter のコンテンツという話をしてみましょうか。 YouTube のコンテンツ、最近さその YouTube とか Twitter とかでさ、そのダメななんたらなんたらのその仕方とか、なんか悪いなんとかなんとかのなんか見分け方とかさ、避け方とか、なんかそういうのってちょこちょこあるじゃないですか。なんか否定すること前提のコンテンツみたいな。でその、ダメななんたらなんたらはさ、その、ね、人だったりとか物だったりとかするとき、なんかいろんなパターンがあるんですけれども、まあそんな感じでその否定すること前提のコンテンツなんか少なからずありますよね。なんかこう、なんか例えばその、なんかあるかどうかわかんないけど、なんかその、なんか中古楽器がダメな3つの理由みたいな感じで、で、なんかそのね、あの、ハードオフとかで中古楽器買ってきました、なんかフレットがおかしいっすね、んたらかんたら、なんかアセンブリーがうんたらかんたら、やっぱり中古っすね、へへみたいな感じの、その何の生産性もないような、なんかそういう動画とか、たまにある、じゃないですか。でそのなんだろうな、その否定すること前提の動画にその魅力を感じたりとか楽しんだりとかできる人っていうのは、やっぱりその否定する文化とか否定する環境を持ってる人っていうことなんですよ。例えばそういうなそのダメな楽器の見分け方とか、なんかそのダメな中古楽器はダメな3つの理由とか、なんかその否定すること前提のコンテンツは僕はちょっとあんまりこの好きじゃなくて、なんかこうもっといろいろなんかタイトルの付け方とかその喋り方とかもっといろいろことあんじゃねえのってちょっと思っちゃうんですよ。なんかそのね、なんだろう、その賢いなんか楽器の買い方とかさ、なんかそんな風にさやっていけばさ、なんかもっと印象違うじゃないですか。でそのなんか動画の中もさ、なんかこれダメですねとか言ったとしても、なんか良いところは褒めてさ、そのダメなところはこういう風にすればいいみたいな感じでさ、その改善点示したりとかすればさ、めちゃめちゃそのなんかウィンウィンに終わったりとかするじゃないですか。そんな感じです。僕はもうそういう否定するコンテンツみたいなのがあったりとかすると、なんかうーっていうふうにこうちょっと思ってしまうんですが、さっきのその環境の流れでいくとすると、否定するコンテンツをアップロードしました。そうするとその否定する文化を持った人が集まってくるわけです。さっきのバイクブンブンと一緒ですよ。バイクをブンブンしました、ブン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 みたいな感じで、バイクブンブンはアホだって思ってる人たちはもうより来てくれないわけです。そんな感じでこの、ね、否定する文化を来ました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 。で例えばそのめちゃめちゃそのうがった見方をすると、めちゃめちゃこの車に構えると、あら探しするのが好きな人っているじゃないですか。あら探し、なんか揚げ足取りをしたりとかする人、好きな人いるじゃないですか。なんか結構多いんですけどその YouTube とか見てると、で、まあ、少ない方ですけどね、僕は結構少ない方だと思いますけども、まあ、少なからずいるじゃないですか。でその荒探しをする人とかってさ、なんかそのさっきの欲しくないファンとちょっと通ずるんですけども、やっぱりこの否定する文化を持ってる人たちの中からね出てくるんですよ。否定する文化を持ってない人から揚げ足取ったりするのが好きとかね、荒探しするのが好きっていう人ね、まず現れないと思うんです。やっぱりその否定するのとかね、その誰かを見下したりとかするのが好きな人の中から出てくるんですよ。そうするとそういうコンテンツを作るとそういう人を生み出しやすいっていうことになるんですよね。なんかなんとかわかります。さっきの欲しくないファンみたいな感じかもしれないですけども、なんかそういう話、そんな感じでまたこうね、その自分の環境作りがその自分の首を絞めたりとかするときも多々あると思うんで、その環境に属するとき、そして自分の行動が環境を作るときも多々あるから、普段からその環境に気をつけていこうという話でございます。さっきのマザーテールさんの話になると、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから言葉に気をつけなさい、いつかそれはその言葉に準じた言葉が似合うような行動に結びつくから、で行動に気をつけなさい、それはいつか環境に結びつくから、で環境に気をつけなさい、いつか習慣につながるから、みんなでこうバイクブンブンするのがね、その習慣となってしまう、環境となってしまうと、それがやっぱ習慣になっちゃうんですよ。で習慣に気をつけなさい、それがいつか自分の運命、そして人生につながるからということです。
環境が一番怖い、ぜひ覚えておいてくださいませ。それが2つ目の話でございます。3つ目、最後ちょっとこれ言葉で言うのは結構はばかられるんですけども、なんていうかその言葉で言うと、ね、なんかすげえ安っぽくなっちゃうような気がしながら、すげえ難しいところではあるんですけども、あんまりなんかこの言葉にしたくないんですけども、でも適切な言葉がないんで、もうこれで言うしかないんですが、3つ目は何かと、申しますと、愛を持つ努力をするということでございます。愛を持つ努力をするということでも本当もうそれしかないんですよ。本当もうそれしかないです。もうラブ&ピースとは本当もうよく言ったもんでございますよ。そもそもですよ。そもそもなんで誰かを否定したりとか、何かを否定したりとか、何かを見下したりとかしなければいけないのかと言いますと、自分が満たされてないからだと僕は思うんです。もしその自分自身がその愛みたいなもんでさ、なんかこう気持ちとかさ、なんかそのなんかいろんなものが満たされていれば、そもそも否定する必要がねえんですよ。そもそも誰かを見下したりとかする必要もないですし、自分が満たされているならば、そもそもそういう発想はなくても大丈夫な、話なんです。例えばその僕らはさ、その日本という国に生まれてさ、日本ってめちゃめちゃこう裕福な国だからさ、なんかそのあんまりそのお金がないってことはないと思います。それはまあ、車欲しいとか家欲しいとかさ、なんかそういう時にその借金とかしたりするかもわかんないけれども、例えばその水が買えないとかさ、その食べ物が買えないとか、で、そういう貧困があって餓死するとかさ、もう一週間何も食べてないとかって、もうそういうのってもう全然ないじゃないですか。もう普通にもう衣食住をね、保証できるぐらいのお金はもうね、もう誰でも持ってるし、そこまでその貧困になるっていうのは日本に住んでる以上なかなか難しいことだと思うんですよ。だから僕らの今のその価値観でいくとすると、例えば皆さんの目の前に今ポンと1万円札があったとしましょう。1万円札がありました。で、その1万円札をパッと見た時に何を思うかっていうと、あれ、なんでこのところに1万円札があるんだろうって思って、誰が落としたのかなって思いますよね。え、この1万円札なんだろう、誰か落としたのかな、え、なんか落ちてるぞっつって、え、どうしよう、これ交番に持っていこうかな、それとも誰か近くにいるかなみたいな感じにまず思うじゃないですか。一応その1万円札を奪ったりとか盗んだりする選択肢はなくはないけど、まあそこに行き着かないし、思考がまずそこに行かないし、それを行動に移すってこともなかなかないと思うんです。それはなんでかというと、僕らが満たされてるから以外なんでもないんですよ。東南アジアとか、そのすごいめちゃめちゃ貧しい国の方とか行くとするとさ、その水買えないとかさ、その食べ物買えないとかさ、もう何日も食べてないとかで、なんかこの衛生状態も良くないからさ、もうなんか感染病とかにかかって、でもなんか医療に行くお金もなくて、そのワクチンとかさ、その、ね、予防接種みたいなのをね、受けるお金もないみたいな人たちが、もうナチュラルにその何十万人っていう人がいるわけなんですよ。で、例えばその皆さんがそのもう飲む水を買うお金もない、で食べ物を買うお金もない、お母さんもなんか何日も食べてない、でなんか妹もちょっと病気、感染病にかかっちゃって、なんかちょっとね、かわいそうな感じで泣いてるみたいな、なんかそういうのがあったとするじゃないですか。でなんかね、もうこれなんとかしてえけども、でもね、俺今お金もないし、なんかできる仕事もないし、なんかどうしようもないみたいな感じの時に、目の前にさ、そのお金がバンってあったら、まあとりあえず盗みますよね。とりあえずもう奪いますよね。でそのお金でさ、なんかそのお水とかさ、食べ物とか買ってきてさ、食べたりとか食べてもらったりとかさ、もし余裕があったらさ、その、ね、病院に連れて行ってさ、その医療を受けさせたりとかさすると思うんですけれども、その盗んだりとか奪うことで、その何かしらその罰とか責任をね、負わなければいけないんだったら、その自分の方で何とかしようみたいな感じのことを思って、もうすぐに奪うとか盗むとかっていう風にこの行き着くと思うんです。それなんでかっていうと、やっぱり満たされてないからなんですよ。満たされてないから。でマズロー的な話でいくとするとさ、まずそのお金っていうのがあってさ、そのお金っていうのが満たされてないと、やっぱりその盗むっていうことになってしまうわけなんですよ。お金を盗む。でその次にあるさ、その安全とかに関しても、そのね、戦争とかやっぱそうなわけですよ。戦争とかでさ、その銃ドッカンとか大砲ドッカンとかね、飛行機から爆弾ドカンとかってやる前から、本当もうローマ帝国がうんたらかんたらとかさ、そのね、四大文明がうんたらかんたらって、もうめちゃめちゃもう古い時期からやっぱ人って争ってたんですよ。でそれなんで争ってたかっていうとさ、そのね、もうあいつらがいつ攻め込んでくるか分かんねえから、もう寝れねえから、もうね、もうあいつらぶつぶせみたいな感じで、そのね、その安全が満たされてないから、やっぱそういうことになってしまうんですよ。なんかお金奪ったりとか命を奪ったりとか、植民地がうんたらかんたらみたいな感じで、その自分たちが満たされてねえから、奪うことでなんか補填しようみたいな感じで、その奪ってしまうと。でもそもそもその
ね、もしその安全とかがその、ね、保障されて自分たちがその満たされてたならば、そもそもその、ね、奪う必要がないわけなんですよ。けどその戦争とかでその土地とかお金とかその人の命とか奪うことで、その自分たちは大丈夫だっていうことを、満たしてたから奪ってるわけなんです。けど僕らはさ、もう2000何本に生まれてさ、そのもう先祖の人たちがさ、その何回も何回もその戦争してきて、もう戦争は良くねえってことに気づいたから、あの僕らもその戦争はやっぱすごい反対しますし、その戦争が起きるってこともないですし、そんな感じでそのもう満たされてるからその奪う必要がないみたいな感じじゃないですか。でそれを話をそのズバーッと戻していくとすると、そもそも自分自身がその気持ちがその愛みたいなものでその満たされてたならば、そもそもそのね、感情を奪う必要、気持ちを奪う必要、愛を奪う必要がそもそもねえと思うんですよ。でそのこんなこと言うとさ、なんかへいへいお前滝沢ってお前はなんかじゃあそんな偉そうなこと言うほどなんかお前はじゃあその、ね、愛を持ってるのかって言われると、ぶっちゃけわかんねえんですけど、ぶっちゃけわかんねえですよ。持ってるかどうかわかんないです。けど持とうと努力をすること、持とうと意識をすることは誰でもできると思うんです。持ててなくても持とうとすることは誰でもできるはずなんですよ。それがその3つ目 の、 その愛を持つ努力をするということ。その大きな愛を持てとか言うとね、そのいや持てるかどうか分かんねえしみたいな感じになっちゃうし、その持てるかどうかも僕も分かんないですし、持ててるかどうかも分かんないですけども、でも持とうと努力をすることは誰でもできると思うんです。ちょっくらあの2週間前ぐらいにあった実際にあった出来事の話をさせてくださいませ。あのここのお店、歌いストカフェっていうその僕のお店なんですけれども、最寄り駅が JR 横浜線の相模原っていうちょっと田舎の駅なんですよ。通勤ラッシュの時とかね、そこそこ人の出入りがあったりとかするんですけれども、まあ、夜行くとね、ホームになんか10人ぐらいの、その、ね、ちょこちょこっているだけの本当も田舎の駅でございます。である日僕はまたお店でね、その撮影とかしたりとかして、まあね、帰ろうと思ってね、鍵を閉めて相模原駅に行ってさ、また10人ぐらいのホームの中に1人いるわけなんです。でやっぱホームはさ、みんなさ、なんかこうスマートフォンポチポチする人もいればさ、なんかイチャイチャしてるつがい、なんかアベックみたいなカップルみたいな、なんかつがいもいたりとかしてさ、まあ普通にこの日常の時間が流れてるんですけど、で僕もご多分漏れずにさ、そのツイッターとかね、スマートフォンポチポチしながらなんか、ね、やってたんですけども、なんかふと目を横にやるとホームにおじいちゃんが落ちてるんですよ。ホームにおじいちゃんがやーっつってこう横たわってるんですよ。って思うじゃないですか。ホームにおじいちゃん落ちてるみたいな感じで、もうびっくりしてしまって、でそれをなんか発見したのがその同じタイミングだったのか分かんないですけども、その時その10人ぐらいいる中 の、 その4人の人がその、ね、ズバッて動いて、まず1人目の人がもう速攻でその防犯ベルをしたんですよ。もうけたたましいですね、防犯ベル、防犯ベルじゃねえ、非常停止ベル、あれもうズルルみたいな感じで、でもう一人の人は駅員さんに知らせてきますみたいな感じで、上行ってきますみたいな感じで、その、ね、上 の、 その改札の方にそのダッシュしたんですよ。で僕とまた別の人はそのおじいちゃんの方に寄ってって、おじいちゃん大丈夫ですかみたいな感じでその声をかけたりとかする役割に行ったんです。でおじいちゃんは幸いさ、そのね、声かけたらさ、むくっと起きてさ、なんかこう、立ち上がってくれてさ、手伸ばしてくれて、なんか、ちょっとこんなこと言ったら情けないかもしれないけど、意外とこう、ホームって覗いてみるとさ、結構高さがあるからさ、これ最悪おじいちゃん助けにちょっと降りなきゃいけないけど、俺これすげえ怖えなって思ってたから、おじいちゃん立ち上がってくれてよかったなんていう、なんかそういう情けない気持ちもちょっとあったりとかするんですけども、でもまあおじいちゃんね、その手伸ばしてくれてさ、でそのね、もう一人の人とさ、もうすぐおじいちゃんバーって引き上げて、おじいちゃんなんかこの連れ去られた宇宙人みたいな感じでこうズブブブったりとかしたんだけども、でまたこうなんかおじいちゃんがさ、なんかこうなんだろうな、そのなんかもうなんでそんなところに頭ぶつけてたのかなっていうところにさ、頭ぶつけててさ、なんかこのね、線路の近くにさ、なんか一個だけでっかいなんか岩があったんですよ。でなんかその岩になんでそこにぶつけたのか全然わかんないんですけども、よりによってね、なんか後頭部ぶつけたのか、なんかその岩がすげえめちゃめちゃこう血でなんかねっ、ね、なんかおじいちゃんすげえなんかベッてなんか上着とかもベッてなってて、なんでこんななんで落ちたんって感じだし、なんかまあ酒臭いとかはなかったけども、なんかね、作業員のなんかこう名札みたいな仕事があれだったんですかね、わかんないですけども、なんかね、まあ血だらけのおじいちゃんがね、まあ、とりあえず助けられてよかったんって感じなんですけども、でおじいちゃん大丈夫みたいな感じでね、話したらさ、結構意識ははっきりしてて、あ大丈夫大丈夫っつって、ちょっと行っていいけど大丈夫、歩いて帰れるみたいなこと言ってたから、いやおじいちゃん全然ダメだから大丈夫大丈夫、全然大丈夫です、全然大丈夫じゃないから大丈夫っつって、おじいちゃん全然大丈夫です、全然ダメ、全然ダメだから大丈夫です、全然ダメっつって
まあそんなこと言ってんですけどね、いや普通にめちゃめちゃ血出てるからおじいちゃんちょっとあの座った方がいいと思いますよみたいな感じで、で お水とかもバッと買ってきてさ、あのね、あの結構汗とかも出てるし血とかも出てるから、ちょっとおじいちゃんちょっと水でも飲んでもどうすかみたいな感じで、ね、出したら、おじいちゃんがなんかね、いや別に水とか飲みたくない、喉乾いてないみたいな感じで、いや買ってきたんだから飲めやとかって思ったりもしたけども、でもそんな感じで、あの救急隊員の人がまあ、ね、すぐに来てくれて、で担架に運ばれて、まあね、一軒目行ったしみたいな感じで、まあ、僕はその、ね、その場から立ち去ったんですけれども、まあ、そんなあのおじいちゃん救出劇みたいなのが、本当に2週間前ぐらいに、ありました。今でもその相模原駅 の線路をちょっと覗くと、おじいちゃんの血だらけの岩が、今でも、あります。でその時にその人間をその二極化するわけじゃないけれども、そのおじいちゃん救出劇みたいなのに関わった人、関わらざるを得なかった人と、関われなかった人、関わらなかった人、まあ本当もう端的にその関わった人と関わらなかった人っていうのがあるわけじゃないですか。で、そのどっちがいいとか悪いとかっていう、いうつもりはないけど、でも僕の価値観として、僕の人間性として、僕のその将来的な夢としてそのありたい形っていうのがやっぱすごくあって、どっちかっていうとその関わる人間でありたいんですよ。関わる人間。でその関わらない人っていうのはさ、やっぱりそのなんだ今時っぽくさ、そのね、なんか写真撮ったりとかさ、スマートフォンでなんかね写真撮ったりとか、なんかちらちら見ながらツイッターとかやってんですかね、わかんないですけども、そのね、あの結構そのガン無視を決め込むわけじゃないですか。できることはいろいろあるかもわかんないけども、でもそれをやらないっていう選択肢をやっぱしてるわけなんですよ。で別にそれは悪いとは言わないし、なんかねそれをなんかこうね是正しろとか直せとかっていうつもりも全くないんですけれども、でもなんかもうちょっとこうね、あのいろいろこの価値観を変えてもいいんじゃないのかなとも思うわけなんですよ。なんでかっていうと、あのそのさっき その愛を持つ努力をするっていう話なんですけれども、その積極的に日頃からもうそういうの関わっていこう、困ってる人がいたら助ける自分であろうって思うことは誰でもできると思うんです。でもしそれでそのさっきのおじいちゃん救出劇みたいな感じで、そのね、あのもし何かいいことができたならば、別にその誰かにさ、俺はこんなこと、こんな偉いことしたんだってどうだみたいな感じでひけらかすわけではなく、自分の中で、あ今日は自分はこういう人間であれだなっていうことを思えるわけじゃないですか。で、それは別にそのなんかね、そのおこがましいとか、そのひけらかすとかそういうわけじゃなくて、その自分の価値観とかを形成する一つの経験になると思うんですよ。で、それがそのね、あのモテてるかどうかわからないけども、なんかその愛というか、その自分を満たすことの一つにつながるような気がするんです。そんな感じでその自分を満たそうと、満たされてないかもわからないけども、でもその自分の意識を変えることで自分を満たしていこう、満たされていると信じることは誰でもできるはずだと思うんです。別にそのおじいちゃん助けろってわけじゃなくて、もっと軽いとこでもいいんですよ。なんかこの友達が困ってたら助けるとか、なんかその道端でなんか物が落ちたら必ず拾ってあげるとか、誰かがそのね困ってる人がいた、なんかおばあちゃんが大きい荷物持ってるとか、そういうところってこうたくさんあったりとかするじゃないですか。でまあそのちっちゃいところでさ、そのね困ってる人がそのいる中で、その自分はどうあれるかっていう話なわけなんです。でどうあるかは、あの自分で選べることだと思うんですよ。そんな感じで、その僕自身はその満たされてるかどうか分かんないし、そのね、本当もその大きな愛が持ててるかどうか全然分かんないですよ。まあ、ぶっちゃけ持ててない時も全然あるとは思いますが、でも日常的にそういうのをその持とうとしている努力はしているということです。で、そういうのを持つ努力をして、意識をして、その持てて、持とうとして、することができてならば、なんかその日常的にそのね、あの行動とかも変わってくると思いますし、価値観とかその受け答えとかも変わってくると思いますし、でそういったものが一つ一つ積み重なっていけば、自分がその満たされることにつながって、誰かをその傷つけたりとか、感情を奪ったりとか、愛を奪ったりとか、否定したりとかすることもなくなるような気がするんですよ。そんな話、それがまあ3つ目の、その愛を持つじゃなくて、愛を持つ努力をするということでございました。そんな、3つ目のお話でございます。以上がね、その一番最初に言ってた、その誰かを否定すると、その否定者分だけ否定されてしまうっていう話の中の、その考え方とか、メリットってわけじゃないですけれども、その恩恵っていうんですかね、そう思うべき必要性みたいな理由みたいな話でございました。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、もちろんこれはね、その全て僕 その個人的な考え方における話なので、その全ての人が全てこうしろっていう風な話ではもちろんないですし、あのちょっと俺合わねえなとか、ちょっとちげえなっていう人も全然いらっしゃるかと思いますけど、別にそれはそれで全然 OK ですけれども、
まあ、少なくともね、日常的にその僕の動画とかを見てくれてる人たちにはちょっと知っておいてほしいなという話でございました。で、こんな話をするとさ、その、なんだろう。まあ、僕の人となりは、もう今まで動画とかさ、ツイッターとか見てくださってる人ならば、その、どういう人か分かってるから、まあ、こんな話をしてさ、まあ、100人中80人ぐらいの人が、ああ、なんとなく分かるみたいな感じになってくれると思うんですよ。ああ、なんとなく理解できるつってなると思うんですよ。でも、残りの20人ぐらいの人は、なんかこういまいちピンとこないというか、なんか分かるような分かんないような、もしくはいやその考え方はないわみたいな感じで理解できないかみたいな人たちがいるかと思うんです。けどその中のやっぱり10人ぐらいの人たちはこんな話を聞いて明日からまたいろんなねその毎日を繰り返す中で、まあ、いろんなヒントを得る時があると思うんです。でその時に竹谷さんがこの間言ってたのは竹谷さんがこの間言ってた話はもしかしてこの辺に意味があるのかなとかこの辺ヒントなのかなちょっと理解できてきたかもしれないなみたいなのがあったりとかすると思うんです。そんな感じでその80人の人が90人になってくれてまああわよくばその90人が100人になってくれたらいいなと思ってこんな話をさせていただきました。なんか今はさそのまあ、ニュースとか見るとさ、やっぱそのね、どうしてもその暗いニュースとかさ、その心が曇るようなニュースとかもあったりとかするわけじゃないですか。例えばその、なんだろう、その高齢者運転のなんかこう事故とか最近さ、すごい多くてさ、めちゃめちゃそのホットな話題じゃないですか。で、中には、そのね、園児の人とかさ、その小学生とかさ、いろんな人たちを巻き込んじゃってさ、なんか怪我させちゃったりとかね、死なせちゃったりとかする事件もあったりとかしてさ、なんかこう、もやもやっとしますよね。で、もちろん、その、事故するのは絶対に良くないことですし、ましてやその人の命を奪うことなんでも絶対良くないことじゃないですか。けど、中にはさ、そのおじいちゃんとかがですね、高齢者の人がその、ね、一人で単独でその壁に突っ込んじゃったりとか、縁石に乗り上げちゃったりとかして、その運転しているおじいちゃん、高齢者だけが亡くなってしまっているケースももちろん中にはあるわけで。けど、ツイッターとか見てるとさ、なんかそういうのに対してさ、なんかその、老害腰痛とかさ、なんかね、高齢者問題が一つ解決しようかったとかさ、ね、おじいちゃんだけでよかったとかね、死んでよかったとかっていう人も中にはいるわけじゃないですか。いや、まあ、別にそう思うのはまあ自由かもわかんないけど、でも別にそれはね、表現しなくてもよくねってすげえ思うわけなんですよ。そういう表現しなくてもよくねみたいな。なんかそんな感じで、その、なんかこの、よくわかんない、そのね、満たされてないのに気づいてない感情みたいなのが、やっぱそのね、世の中すごいたくさんある中で、その、満たされてる、満たされてない、まあいろいろあるけどもね、そう、なんだろうな、その、自分はどうあるべきかみたいなことにその気づけたならば、なんかそういう人はこう少なくなってくると思うんですよ。そういう人が少なくなる世の中だと嬉しいなと思うんですよ。そう、ええ、そうなんです。そうですね、そういうことを言う人が少なくなる世の中だといいなと思うんですよ。少なくなりたいなと思うわけなんですよ。なんで、まあ、できるだけね、その満たされている人が多くなればいいなと思って、まあ、今回この話をベラベラさせていただいたんですけれども、もし気に入っていただけましたら、まあ、明日からもですね、いろいろ参考にしていただけますと幸いでございます。ちょっと長くなりましたけどね、この話を面白いなと思っていただけましたら、また別の方にシェアしていただいたりとかね、リツイートしてもらったりとか、紹介していただければ幸いでございます。感じたこととかね、思ったこととかもね、ぜひコメント欄の方にバシバシと書いていただけますと、すごく参考になるので、ぜひ、もしよろしければ、バシバシと書いてみてくださいませ。それでは、長々と、本当にすっげえ長くなりましたけども、以上でございます。明日からもですね、いろんなことに気をつけて、より良い毎日を過ごしていければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。長々と最後までありがとうございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。